基本的にはそのキャリア形成で僕は28歳以上と以下ってだいぶ違うと思っていて、28歳超えると突然新しいことを学ぶ力急激に落ちるんですよ。僕自身もともとリクルートで、求人媒体の営業とかしてたんですけど、はい、未経験者の採用の年齢上限ってほとんど27、28なんですよ。27、28ぐらいからはもうそれまでに培ってきたもので勝負をしていく形になるので、うんうん、逆に27、8までの間にどれだけ幅を広げておくか結構勝負。この時に得意分野ばっかりやってる人って、うん、27、8以降もそれだけで勝負しないといけないんですよ。ところが得意分野があっても不得意分野が足引っ張ってたりするじゃないですか、はいはい、だから27、8までの間にいかにこの不得意分野を潰しておいて、うん、幅を広げていろんなことができるようになっておくかっていうすごく大事だなと思っていて、